法政大学体育会ラグビー部は関東大学ラグビーリーグ戦グループ一部に所属する法政大学のラグビー部である。略称は法大関東大学リーグ戦の公式戦1924年総部1933年度に東京商科大学と共に関東5大学対抗戦に加入し関東7大学対抗戦に発展した百六十四年 1> 第1回日本選手権に出場したが、1回戦で近鉄に敗れた。その後、1967年度に関東大学ラグビー対抗戦を脱退した。なお、関東大学ラグビー対抗戦では4回優勝を果たした。1967年度の関東大学ラグビーリーグ戦創設の中心となったチームの一つである。関東大学ラグビーリーグ戦での十三回の 優勝は全参加校中最多である。1965年、第1回大学選手権で優勝。第2回日本選手権に出場したが、第17回全国社会人大会で優勝した、八幡製鉄に6-15で敗れた。また、第1回から4年連続決勝で、早稲田大学と優勝を争った。なお、1967年度は優勝。 1965年度、1966年度は、準優勝。1988年に入ってから、木と根性からオレンジと青のストライプユニフォームに変更した。1992年度には8年ぶりに、リーグ戦で優勝して、大学選手権準決勝で、選手権3連覇を狙う明治大学に42から18で対象。同決勝で、 同じく優勝候補の早稲田大学と対戦し、終盤劇的な逆転トライで勝利し、25年ぶり3度目の大学日本一に輝いている。なお、同年度の日本選手権では、第45回全国社会人大会で優勝した神戸成功に3の41で敗れた。翌年度もリーグ戦で優勝して、大学選手権決勝に進出したが、 明治大学に12から41で敗れた。2000年度は大学選手権準決勝で優勝候補で前年王者の慶応義塾大学と対戦。下馬評不利の中、激しいタックルで慶応の攻撃を防ぎ15から13で勝利し、決勝に進出する。決勝では同じ関東大学ラグビーリーグ戦に所属する関東学院大学と対戦したが、15から42。 で、敗れ準優勝に終わった。2004年度はリーグ最終戦で関東大学ラグビーリーグ戦後連覇中の関東学院大学を42-29で破り、6年ぶりにリーグ戦で優勝したが、大学選手権準決勝では関東学院大学に21-24で敗れた。なおこの年度以降リーグ戦優勝から遠ざかっている。2006年度にはリーグ最終戦で、 関東学院大学を逆転で35の29で、破って6勝1敗で、関東学院大学と東海大学と共に、同率勝率だったが得失点差で2位となった。なおこの年度の大学選手権では2回戦で、京都産業大学に28の36で破れた。2008年度は6勝1敗で2位となり、同年度の大学選手権では準決勝で、 帝京大学に10から36で敗れた。なおこの年度以降大学選手権準決勝から遠ざかっている。2010年度は2勝5敗で、大東文化大学と日本大学と共に同率勝率だったが、いずれも直接対決で敗れたため7位となり、19年ぶりに大学選手権出場を逃した。そして、ラグビー部史上初めて2部リーグとの入れ替え善に回ることになった。 入れ替え戦では2部2位の山梨学院大学を31の12で破り、一部残留を決めた。2013年度は3勝4敗で、日本大学と同率勝率だったが直接対決で破れたため6位となり、3年ぶりに大学選手権出場を逃した。近年のチームの戦績は以下の通り。他にリーグ戦創設時に在籍した大学は、東洋大学。 中央大学、日本大学、専修大学、国士館大学、防衛大学校、大東文化大学2位は、関東学院大学の10回、3位は、大東文化大学の7回である。なお同年度の日本選手権では、第19回全国社会人大会で優勝した、近鉄に14から27で敗れた。ありがとうございます。